いよいよ TEDx 聖光学院ハイスクールも大詰めに差し掛かり、本日ラストの登壇者として話させていただくのは高校2年の森俊介です。今回僕が話したいテーマはコミュニティという一見皆さんにとっても比較的馴染みの深い言葉と、そして想像力というあまりコミュニティとは関係性のないような言葉の組み合わせです。まず最初に僕の話に入る前に皆さんに質問があります。皆さんは今コミュニティに属していますかという質問です。おそらく多くの場合、この質問に対する答えはイエスでしょう。例えば部活動であったりとか、あるいは同好会だったり、そしてこの聖光学院という学校に通っている、これもコミュニティの形の一つでしょう。ちなみに僕の場合も中学までは野球部、そして高校からはオーケストラ部という、弦楽オーケストラ部という幅広い部活に所属していました。今皆さん頭の中に自分の所属しているコミュニティで活躍する姿や自分の仲間の姿を思い浮かべていてください。そのコミュニティ本当に活かせていますか？これが今回僕から皆さんに対する問題提起です。僕のこの十数分間のプレゼンを通して皆さんにこの答えを導いてもらいたいです。先ほども言いました、このコミュニティと想像力という一見何のつながりも見えない言葉、しかし僕はこのコミュニティを生かすことができれば、それが新しい想像力になると考えます。僕は中学3年生の時、生徒会委員という新しい制度が始まって、生徒会役員が幅広い学年から招集され、僕はその時から生徒会の世界に飛び込み、高1では副生徒会長、高2では生徒会長という計3年間にわたって聖光学院の生徒会で携わってきました。ちなみにこの3年間という数字はおそらく聖光史上初のことなので、いわゆる生徒会のプロフェッショナルと言っても過言ではありません。しかしあと数日後で権力を失います。2018年8月、これは僕にとって大きな時期でありました。それは高1の夏に中3の夏に参加したボストン研修です。この左の写真は MIT の前で撮った写真で、右の写真はタフツ大学の学生寮の前で撮った写真です。ポーズに関しては若気の至りということでお許しいただきたいんですけども、この研修どんな研修だったかっていうと、実際に自分の目で起業家の姿を見たり、あるいは現地の大学生と話したり、さまざま話を聞く中で、やっぱり自分の中に何か新しいことをしたいとか、自分の中で何か大きなことをしたい、そんな風に思えるようになりました。そして2019年4月、先ほどの、ボストン研修から帰国後、僕はそのボストン研修で出会った仲間と学生団体を立ち上げ、さらに他校の生徒を巻き込み、学生団体の運営を行ってきました。そこで2019年の4月、あることが起きました。ちなみにこの写真、僕はどこにいると思いますか？ここにいます。今では考えられない密集密度ですけど、これ何が起きたかっていうと、学生団体総選挙っていうイベントが開かれて、この総選挙では学生団体全国から約1172団体集まった、主に大学生が運営する学生団体の中で自身の活動実績だったりとか、自身の未来図を語り合うというプレゼンコンテストです。この中で僕たちの学生団体は部門グランプリに輝くことができ、賞金で言えば約20万円手に入れることができました。さらにその学生団体の活動の中でさまざまな人に出会いました。その一人がテレビリサーチャーという仕事をしている方です。そのテレビリサーチャーという方の仕事は、テレビという私たちの日常、そしてテレビの中というあまり触れたことのない世界、そしてリサーチという私たちが普段検索だったりとか Google を使うそのようなシステムを組み合わせた人の話で、とても面白かったため、この面白さを生徒のみんなと共有したいという思いから、2019年11月、原社家庭科という学校の授業でその方をお呼びして、約2コマ分の授業を自分の手で企画して行いました。その他にも自分の中でボストン研修で出会った方のお話だったりとか、自分の中で感銘を受けた方に生徒会とコラボしていただけないかということで、生徒会企画に呼んだり、今学期1学期に開催したオンライン企画 H ラボとの大学生との座談会企画も、この外部のコミュニティと合同した生徒会のイベントです。ここで何か皆さん気づきませんか？僕はここで思いました。なんかコミュニティつながってね。そうです。僕はここでコミュニティの連鎖反応が起きていることに気づいたのです。自分のメインである学校、生徒会の仕事、そこできっかけをもらった研修に参加して、その研修で出会った仲間と学生団体を立ち上げて、でさらにその学生団体を運営していく中で出会った方をさらに学校に呼んで、そんなコミュニティの連鎖反応が起きていたのです。このようにさまざまな活動をしている中で、やはり今年度大きな問題となったのがコロナ禍の影響です。今年度生徒会ではコロナ禍の影響でたくさん悩むことがありました。例えばタイムスケジュールはすごく悩みました。その例として、自分が生徒会長として他の生徒会役員に〇〇日の〇〇時に会議をやるから絶対参加しろよって連絡しておきながら、当日のその日、自分は優雅に夜ご飯を食べていて忘れていました。そんな風に周りからの制限が薄いため、自分で忘れてしまうなんてことも多々あったように感じます。その中でもたくさんの悩みがあった中で、一番困ったことが想像力です。この想像力、自分が2年間今まで生徒会役員を務めてきて、今までこうだったから今年度はこうしようなんていろいろ計画していたわけで、その中でコロナ禍という急な厳しい状況に関して、どうやったら生徒会を動かせるか、どうやったら生徒に満足してもらえるような政策を起こせるか、これを想像するのは大変難しかったです。主に想像力には2つあると考えます。1つ目は0から1を生み出す力、そして2つ目が既存する2つ以上の物事を掛け合わせる力です。一つ例を挙げてみましょう。この方誰か分かりますか？これはイギリスの科学者ティム・バーナーズ・リーという方です。この方は今私たちが普段使っているウェブシステムを構築したウェブシステムの生みの親と呼ばれています。このような研究者であったりとか科学者、あとは発明家というのは、先ほど言った0から1を生み出す力を持つ人だと私は考えます。続いてこちら分かりますか？こちらは Facebook の創業者マーク・ザッカーバーグです。このような実業家であったりとか、あるいは起業家っていうのは、実は0から1を作り出しているとも限らず、周りにある既存の2つ以上のものを組み合わせていることが多いんです。もう一つ例を出してみましょう。そうですね、想像力は掛け算だ。これが今回僕のテーマで、僕のプレゼンで強調したいことです。これが一つの例になります。生徒会クラスルーム指導、これはどういうことかっていうと、このプレゼンもそのまま、このスライドもそのままで、僕が高1副生徒会長の時にこれが立案した企画です。この生徒会クラスルームというのは、今まで生徒会というのとクラスルームっていうのは掛け合わせることのなかったものですが、 Google クラスルームっていうのが、学校の先生、それも若い先生の一部が情報の一部を授業の補足をするために使っていたクラスルームと生徒会の運営を掛け合わせることで、何か面白いことができるんじゃないか、そういった思いからこの政策を作りました。その他にも今年度行った企画として、生徒会 ×YouTube ×学校紹介、この掛け算によって生まれたのが成功祭で行ったオンライン成功ツアー2020です。この動画は現在再生回数は4000回以上突破していて、より良い受験生にとってより良い情報を伝えられているのではないかと思います。続いて生徒会 ×ウェブ会議サービス ×α、 これで何が起きたかというと、今年度行ったオンラインでのイベントです。例えばオンライン部活動体験会、普段は体験することのない他の部活を体験できる会であったりとか、あとは先ほども挙げた大学生と座談会ができる企画、そんな企画を今年度行ってきました。さて、それでは今回行っている TEDx 成功学院は何の掛け算で生まれたと思いますか？正解は TEDx 成功学院ハイスクール。この X と掛け算をかけてるわけなんですけども、この聖光学院っていう、一種、個性がすごい豊かで、そんな生徒もいて、さらにそれを応援してくれる個性豊かな先生方もいて、そんな環境だからこそこの今回の企画が生まれたんじゃないかなって思います。じゃあこういった掛け算ってどうやって生まれるんだろうって思いませんか？結論から言います。最適な掛け算を導くには足し算が必要です。これ一体どういうことなのかっていうと、例えば先ほど挙げた生徒会企画のうち約半分以上は僕の立案ではなく他の生徒会役員のメンバーの立案によるものです。つまりその最適な掛け算を導く案は案をたくさん出す必要があって、さらにそれに伴い失敗もたくさん繰り返す必要があります。そんな中、例えば生徒会役員であれば約20人のメンバーの想像力を働かせ、さらに今年度の聖光祭であったら約1000人以上の全校生徒から企画を集め、そんな地道な足し算が必要なのです。一度まとめます。そもそも僕はコミュニティと想像力の話をしていました。つまりコミュニティに対して連鎖反応であったりとか、あるいは足し算掛け算といったコミュニティをどうやって生かすかっていうのを意識することで、そこに時代を切り開く新しい想像力が生まれるのです。今年度僕はコロナ禍で一人どうすれば今年度1年間生徒会を動かせるのか、自粛期間中すごく悩む時期がありました。それはやはり一人で抱えていたからであって、実際それを他のメンバーに聞いてみると、他のメンバーはいろんな企画を出してくれたり、こうしたらいいんじゃないかとアイデアをくれ、そうすることで今年コロナ禍においても約40枚以上の企画書を作り上げ、さまざまな政策を行えたんではないかと思います。最初に質問したそのコミュニティ本当に活かせていますかという話。結論から言うと、この質問に対して答えを出すことは難しいのではないかと思います。コミュニティはどうやって生かすか、そしてそれを最大限に生かすか、それは最大限に生かすということはなかなかできることではありません。コミュニティの可能性は無限大です。これから皆さんは大学に行ったり社会に出て、さまざまなコミュニティに属することがあると思います。そのコミュニティの現段階に満足するのではなく、そのコミュニティをどうやって生かすか、どうやって最大限に生かすかを考えてみてください。そうすれば新しい時代を切り開く想像力が生まれるはずです。ご清聴ありがとうございました。